はい、今日も維新で号が始まりました。よろしくお願いします。はい、今日のゲストはですね、はい、ダイバーシティ推進局事務局長の金村龍那衆議院議員でございます。よろしくお願いします。はい、金村です。よろしくお願いします。マネムラこと金村さんですけども、はい、マネービリッジ、私の隠語をですね、はい、早速発表していただくと、はい、もう皆さん誤解なきように、はい、金村龍那です、はい、夜が深まるとマネムラさんになるそういうことですね。今日はですね、ダイバーシー推進局事務局長と来ていただいたのは、はい、LGBT の関連法案について今日は取り上げさせていただきたいというふうに思ってます。はい、で、まあ、今国会ですね、まあ、大きなテーマになるかどうかというと事前の下馬評にはなかったんですけども、はい、まあ、荒井首相秘書官の問題発言、はい、差別発言によってですね、はい、またでにわかにこの LGBTQ と呼ばれるようなセクシャルマイノリティの方々の課題に、はい、この光が当たり始めました。はい、なので今国会はこの関連法案を成立させるべきという動きがあるんですけども、はい、まず総理秘書官の発言、こちらいかがですか、はい、金村さん。私が聞いたところによると、まあ、割とレンジの広い発言をされる方 で、うん、で非常に官邸の中ではコアな仕事になっていたということで、まずそういうお立場の方がああいう発言をなさったことは非常に残念で、あることは間違いありません。ただですね、社会政策ってきっかけがないと前に進まないので、はい、実はこれはこの我々の公約にもあった同性婚や夫婦別姓も含めた社会政策にとってはいいきっかけになるんじゃないかなと捉えてます。なるほど、はい、やっぱ今回残念だったのは、もちろん個人の思想信条は自由ですし、はい、それは何も止められないんですけども、はい、まあ、やっぱり首相秘書官というですね、はい、かなり立場の方が、いや官邸はみんな同じ意見であるみたいなことを言って、はい、だからやっぱり自民党だと社会政策進まないんだっていう、そのがっかり感とか失望みたいなものを社会に与えたということが私もすごく問題だったなと思っていて、まあ、ただそれがまあ一つ機会としてね、この契機として LGBT の理解増新法というのがまた訴状に上がってまいりました。はい、でこの法案説明ちょっと私の方からさせていただきますと、はい、2年前にですね、LGBT 議員連盟というところで、はい、超党派で自民党も含めた超党派で一旦は合意した法律です。はい、で性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律だということで、まあ、性的な指向や性自認の多様性について未だ国民の理解が十分に進んでいないと、でその理解がないことによっていじめや差別などの原因となりやすいということで、はい、多様性に関する理解を深めていこうということで、まあ、正直理念法なので、はい、じゃあだから差別をしたりとか理解をしなかったら何か罰則があるとかいうわけじゃないんですけども、ちゃんとこの性的指向とか性自認っていうのをちゃんと定義づけて、こういうことで人を差別してはいけないし、理解増進は国や地方公共団体の役割としてしっかりと促進をしていこうと、まあ、いうことが定義づけられている法律ということになります。ただこれ2年前ですね、結局成立しなかったんですよ。金村さん、これ経緯ご存知ですか、なんとなく。いや、私はですね、当事者の方からよく声をいただいてたんですね。はい、たまたま友人や飲みに行ったりとか、懇親を深める場にそういう方が多かったので、いろんなお話を聞いてると、まあ、入り口論じゃないですか、今回の理解増進法っていうのは。それが成立しなかったことに対するなんかこうげんなり感とか後ろ向きなお話っていうのは当時すごい記憶してますね。そうですね、はい、あの時は先ほど申し上げた超党派なんで、はい、自民党の議員も所属する議員連盟で、当時長谷会長ですよ、今石川県知事の、長谷会長の下ですね、自民党にも含めて合意したにもかかわらず、結局各じゃあ議員連盟が党に持ち帰って、普通はこの議員連盟でやって決まったら大体ところでまあすんなり承認されて、超党派で議員立法ということになるんですけども、自民党党内が大荒れに荒れてですね、かなり保守的な議員の方が強固に反対して、総務会というところで、承認が取れなかったということで、オリンピック前になんとか成立をと言ってたんですが、そこでは自民党が通してくれなくて、自民党一党の反対によって成立を見なかったと、まあ、そういう法案なんですね。ただこれが今、まあ、首相秘書官の発言によって、もう一回これ訴状に上がってきて、はい、2年前はダメだったけどもう一回通そうという動きが出てきてるわけですね。なんでまあこれはね、私としてはやっぱりこれはね、ぜひやっぱりこう2年前には維新も賛成するということで合意したものですから通していきたいと思うんですけども、それにどうですか、金山さん、党内は。ですね、今その2年前と今を比較すると最も違うのはやはりあの議会構成ですね。はい、特に昨年の臨時国会から、我が党がきちんと政策を前に進めるということで、いろんな仕組みを活用してます。そのうちの一部に今回の法案って当たるんじゃないかなと思うと、私は今の段階は非常に期待してます。そうですね、ただまあこれ自民党さんが反対したのはやっぱりこう差別は許されないというのは、まあそうなんだけども、差別がきちんと定義されてないと、あれも差別だこれも差別だみたいな訴訟が頻発したりとか、まあ、その制度の悪用、法の悪用みたいなことがないかとかですね、まあ、そういった懸念が出されてましたので、私もそういった点についてはしっかりと、懸念する方々、これは当事者の方でもいらっしゃいますので、LGBT の方も別に全員がこの法律を、そうですね、まあ、逆にもっと踏み込んだ法律じゃなきゃダメだ、差別解消法っていうのも一つやっ
野党案であって、そっちじゃなきゃダメだっていう人もいると、でもこれよりもうちょっともっと温和なものがいいという方もいるので、はい、まあ、しかしそれってご意見は聞きながら調整していきたいなというふうに思っています。なんか私はですね、あの社会政策って、まず入り口で生きづらさを解消する、でそのあとですね、生きやすさにつなげていくっていう、この過程がすごい大切だと思うので、まずはまあイデオロギー的なものもあるのかもしれませんが、この生きづらさを解消するための入り口をきちんと今回のこの方、理解増進法で定義していきたいなっていうのは僕の個人的な思いとしてはあります。そうですね、法律、まあ、特にこれ理念法ですから、できたからたちまち社会が変わるってものじゃないんですよね。そうですね。ですからこれ立法者の我々医師とか、社会はやっぱりちゃんとその強い意志で、やっぱり一緒に変えていこうっていう気持ちが、多分有権者の方々にとっても大切なことになるので、まあ、それはやっぱりちゃんと私たちも持っていかなきゃいけないなというふうに思ってます。あとやっぱまあこの同性婚とかですね、やっぱここはまあちょっと今国会で一足飛びっていうのは難しいと思いますけども、各地方裁判所で、まあ違憲であると、同性婚が全く認められないことは違憲であるということは判決も出始めているという状況ですけども、このあたりは金村さんいかがですか。僕はですね、多様性をしっかり認めた法案として、いつの日か成立を見たいと、まあ、どうせ20年経ったらこれ成立してるんですよ、20年後に成立してるものをずり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 引っ張っても、それ今を生きる人たちにとって生きにくさにつながるので、僕は一日も早くこういう社会政策を認めていきたいっていうのが、まあ、私としてのポリシーであり、党としても推進していきたいと思います。そうですね、やっぱり同性婚とか選択夫婦別姓とか、まあ、確かに岸田総理が言うように社会のが大きく変わるというか、大きな皆さん関わり合いが多いんですよね、婚姻制度とか、あと別姓の問題とか、あの別姓ってあの名字の問題ですね、やっぱこう関わる方が多いだけに慎重な議論が必要ということも私も分かるんですけども、やっぱでも社会の変化をとらまえて変わっていかなきゃいけないと。そしてこの同性婚にしても、私たちはこれ容認すると、あの、まあ、法整備進めていくというところまでは合意取れてますけど、どんな法律を作るかとか、あるいは憲法改正でやっぱりやった方がストレートに、やっぱこの憲法改正しなくても、確かに理論上はあの学説の多数説としては同性婚作れるんですけども、じゃあ法律で保障された婚姻制度とはまた別の制度ができるっていうことなんで、結構複雑なんですよね、だったら憲法改正して、憲法に保障された婚姻制度にしちゃった方がストレートで本当に差別がないじゃないかという意見もやっぱ党内にもあるので、まあ、このあたりね、まあ、ダイバーシー推進局と、あと憲法改正調査会、そうですね、こうしたらやっぱ我々は議論していく必要があるなという話ですよね。なんかあの大元の憲法で保障していくっていうのは僕はすごい大切な考え方だと思ってまして、なんかテクニック的にやるんじゃなくて、本質的な議論ってやっぱり憲法のところに踏み込んでいくので、僕はあの今回音喜多さんも改正調査会の中で、大役を担っていると思いますけども、ぜひですね、憲法としてこういった社会政策を進めていく、骨太な維新であってほしいなと思います。そうですね、だから憲法改正がなきゃ同性婚ができないんだっていう、なんか反対派の理屈じゃなくて、僕たちは推進したいからこそ、憲法改正ってことは正面から取り組むのを一つの選択肢じゃないかと、おっしゃる通りということをね、ちゃんと言っていきたいというふうに思いますので、ぜひね、これ今国会、まずこの LGBT の理解増進法案、そしてまあ同性婚であるとか、あとは選択夫婦別姓、そして今まで自民党が踏み込めなかったタブーに私たちはどんどん飛び込んでいってですね、改革の嵐を巻き起こしていきたいというふうに考えております。じゃあ最後にダイバーシー推進局事務局長の金村さんから視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、維新で号をご覧の皆さん、いつも大変お世話になってます、ダイバーシティ推進局事務局長の衆議院議員金村龍奈です。私は自分自身で障害児支援の事業を行ってきたこともあり、社会政策に最も注力しています。そういう意味では維新がこのダイバーシティ推進局を通して社会政策にウィングを広げていくことが、私は維新の推進力に、これからの党勢拡大推進力になると信じておりますので、どうか皆さんにもご理解をいただきたいと思います。そしてご意見もぜひ送ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんかいきなり自己紹介に巻き戻ってきた維新で号、今回高評価、そしてチャンネル登録多かったら金村さんまた呼ばれますので、少なかったら呼ばれませんので、ぜひ皆さん応援をよろしくお願いします。ぜひともよろしくお願いします。維新で号でございました。ありがとうございました。政治家とはどうあるべきか、批判を恐れず、反論を恐れず、屈することなく前に進む、子どもたちが誇れる街を、成長する国を作る、それが政治家の使命だと思う。熱い思いさえあればいい。共に挑もう。人材発掘プロジェクト始動。日本維新の会。